嗨，皆さんこんにちは、井上です。今天是高级日语的第25堂课。好，今天我们要学的是他里多么的用法。好，今天的比较简单，他里多么，它的意思是就算也的意思。好，比如说我就算一块钱都不能浪费。它的日语是一元たりとも無駄にはできない。一元たりとも無駄にはできない。所以たりとも前面是名词就好了。OK， 那我们再看两个句子练习看看。好，现在上课中，就算一句都不能讲。好，它的日语是今は授業中です。一言たりとも話してはいけません。今は授業中です。一言たりとも話してはいけません。OK， 那再看一个。好，明天有日语检定，就算一天也不能浪费。它的日语是明日は日本語能力試験です。一日たりとも無駄にはできない。明日は日本語能力試験です。一日たりとも無駄にはできない。OK， 大家有了解了吗？所以たりとも是就算也的意思哦。OK， 那就今天的课到这边，拜拜。よいしょ。最後にちょっとだけ。YouTube の説明欄に Facebook ページと、ブログのアドレス載せているのでよかったら見てください。あと YouTube のディンナもクリックしてくれると嬉しいです。もし何か日本語等の聞きたいことがあったら LINE からお願いします。じゃあ皆さんも日本語頑張ってください。バイバイ。よいしょよいしょよいしょ。